エモエモ。こんにちは、エモコです。今回はパソコンや iPad でお絵かきや動画編集などクリエイティブな作業をしている人におすすめのアイテムを紹介したいと思います。パソコンでお絵かきするときはこのようなペンタブレットをパソコンにつないで作業するのですが、最近の MacBook は USB-C ポートしかついていないのでペンタブのケーブルが挿せなくて困ることがあります。そんなときはこのような変換ケーブルやハブで USB-C に変換してからつなぐのですが、パソコンにつなぐ周辺機器がたくさんあると机がケーブルだらけになったり、 Mac を少し動かしただけで機器の接続が切れてしまうことがあります。そんな時に便利なのがいろんな機器のケーブルを1本にまとめられるドッキングステーションなのですが、今回ベルキンさんからサンダーボルト3ドックプロという最新のドッキングステーションをご提供いただいたので、実際にこちらを使ってパソコン周りのケーブルをすっきり整理してみたいと思います。それでは開封していきましょう。エモエモ。ベルキンさんの製品は Apple Store でも取り扱われているので、デザインが Apple 製品に合うように作られていてシンプルでかっこいいです。 MacBook や iPad と同じアルミ製でとても高級感があります。もちろん Mac だけじゃなく Windows にも対応しています。背面には USB-A が4つと Gigabit Ethernet、 外部モニターをつなぐディスプレイポートと Thunderbolt 3ポートが付いています。外部モニターは 4K60Hz で2台までつなげます。 60Hz は1秒間に画面を書き換える回数のことで、この数が多いほど画面のちらつきが少なくて目に優しいのですが、価格が安い USB-C ハブは 30Hz のものが多いので、ちゃんと 60Hz で表示してくれるのは嬉しいです。前面には USB-A と USB-C、SD カードスロット、イヤホン端子が付いています。イヤホン端子にはマイクもつなげるのでビデオ通話の時に便利そうです。前面の USB と SD カードは高速通信に対応しているので、動画のような重たいファイルの読み書きも素早くできると思います。前面と背面を合わせると12個も機器がつなげるので、これ1台あれば周辺機器がつなげなくて困ることもなくなりそうです。付属品は電源ケーブルと AC アダプター、サンダーボルト3ケーブル説明書です。電源ケーブルが3ピンになっているので、パソコン用の電源タップを持っていない人はこのような変換アダプターを一緒に買うといいと思います。セッティングは簡単で、サンダーボルト3ケーブルをパソコンの USB-C ポートにつなぐだけで使えます。 85W の給電にも対応しているので、ケーブルを1本つなぐだけで周辺機器の接続と充電を同時にしてくれてとても快適です。 AC アダプターはパソコンや周辺機器に給電するために少し大きめのサイズになっています。 USB-C ハブはノートパソコンの電力を使うので AC アダプターがいらなくて持ち運びに便利なのですが、周辺機器をたくさんつなぐと電力不足でちゃんと動かないことがあるので、外ではハブ、家ではドックと使い分けるといいかもしれません。それでは実際にケーブルをつないでみたいと思います。エモエモ。私はパソコンに液タブやミディキーボードなどをつないでお絵かきや動画編集、作曲などいろいろしているので、机の上がいろんな機器のケーブルでごちゃっとしていたのですが、こんな感じですっきりまとめることができました。前から見るとほとんどケーブルが見えなくていい感じです。前面に高速な USB ポートがついているのも嬉しいです。安い USB ハブは通信速度が遅くて Mac の Thunderbolt 3の性能を活かせてなかったのですが、この製品は数ギガバイトの動画もすぐにコピーできるので動画編集がはかどりそうです。最近はテレワークやオンライン授業でお家でノートパソコンを使う人が増えていますが、 MacBook は画面を閉じた状態でドックにつなぐとデスクトップパソコンのように使える機能があるので、普段は MacBook をノートパソコンとして持ち歩いて、家ではデスクトップパソコンのように快適に作業することもできると思います。試しに iPad Pro にもつないでみましたが、MIDI キーボードで打ち込みしたり、外部モニターで動画を再生したり、 SD カードから写真を読み込んだり、ハードディスクに使わないファイルを移したり、パソコンと同じような使い方ができて驚きました。もちろん充電もしてくれます。 iPad Pro はイヤホン端子がついていないので有線イヤホンが使えるようになるのも個人的に嬉しいです。パソコンと iPad を両方使っている人はケーブルを1本差し替えるだけでパソコンの周辺機器が iPad でも使えるようになるので、 iPad でできることの幅も広がると思います。エモエモ。
ということで、今回はベルキンさんのサンダーボルト3ドクプロをレビューしてみました。価格は少し高いですが、変換ケーブルやハブを買い足していくと積もり積もって結構な値段になりますし、机の上がケーブルだらけになってしまうので、こうした高性能なドッキングステーションを1台持っておくと便利かなと思います。パソコンにケーブルを1本挿すだけで周辺機器の接続と充電ができるのは本当に快適なので、パソコンや iPad にいろんな機器をつないでいる人やつなぐ予定のある人はよかったら参考にしてみてください。今回紹介した製品のリンクは動画の説明欄に書いておきます。この動画が参考になったよという方はチャンネル登録と高評価を押してもらえると動画を作る励みになるのでよろしくお願いします。このチャンネルではパソコンや iPad を便利に使う方法やお絵かき講座などを公開しています。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。